Okay, guys, welcome to Haikyuu to the Top, episode 6 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, let's just watch it and see the match between Dateko and Karasuno. I'm pretty excited. I hope it is this episode. You can jump even higher. But he said fly in the last episode, right? お前ら再開早々喧嘩とかしてねえだろうな。いいえ、俺が鍵持ってきた時にはもう寄ってました。早すぎんだろ。まあそれはそれで。お前ららしいじゃねえか。なあ、どうだった全日本。床が板じゃなかったっす。コートかよ。バレーはどうだったんだよ。全国の猛者どもが集まってたんだろ。はい。 みんなうまかったっす。やった。ユースには乗り込まなかったんだな。あ、いや。逮捕されるからやめたそうです。逮捕？月島。月島も合宿で成長したか。はあ。身長伸びたか。親戚か。たった5日で伸びてたまるか。ご迷惑おかけしました。 どうせお前残ってたって単品じゃ役に立たねえだろ。うっせえのも。月、なんか背伸びた？うるさい山口。ここ数日静かだったな。そうだな。Yeah, that's true. Enhancements. What are these tapes? やつさん。 そのテープ何？ネットを9分割してるんだよ。先週からずっとサーブ強化週間でね、鵜飼さんが毎回コースを狙ったり確認したりしながら打ちなさいって。ダウン。70%。70%。 Nice. Okay, Tanaka, let me see. Ah, he still got it. Damn! Nishinoya-kun ga torenai to wa. Nishinoya wa over ga nigate da kara na. Mhm. Dewa imamade dori tokui na under de toreba ii no de wa? Itsumo yori mae de kamaete. オーバーで捕まえるのが確実な方法だ。これからより強力なジャンフロの使い手と戦う可能性は当然あるからな。手段を増やしておくに越したことはないよ。俺も。He has a rival. Out. Ah, he's nervous. Kageyama. And he's just unbothered. Yeah, Hinata is just... He is superhuman. I'm so happy for Hinata. Oh my god. 合宿で疲れてんだろ。オーバーワーク厳禁。あ、ちょっとだけっす。ちょっとだけだぞ。I mean, Hinata didn't play, so. お前のジャンプはピョピョンなんだよ。ピョンピョン。はい。でもすげえジャンプは。ドンだ。Okay。なんつうかこうピョピョンって勢いで飛ぶだろう。いつもだけど。 擬音の残念さがすごいよ。それで十分飛んでるし、試合中はそれで精一杯かもしれない。でもお前ならまだ飛べる。お前いつもジャンプの時どこに体重乗ってる？足？足以外どこがあんだボケ。具体的に意識ねえもん。高く安定したジャンプは空中での余裕に直結する。そんで。
そういうジャンプは床を蹴る音がすんだよ。 Is Kageyama going to teach Hinata how to jump like Hoshiumi? 影山、帰ってきてから小難しい顔してる気がすんの。気のせいかな。やっぱすげえ。ここしかないって高さと位置。それが毎回ブレない。やっぱこいつ上手いんだな。ほら、ジャンプが流れてる。ふふふ。に体重、助走の勢いを。はぁ、Is this it? No! No, Daichi! No! What are you doing? This could have been the best jump, Daichi! Holy! Daichi, you just interrupted the best thing! Damn! No!どうかした？あ、いえ、なんだか合宿から帰ってきてから日向がたまにすごく静かになるなって思って。 He's observing. 月島、小金川がセッターの時の方が高いところから打ってた気がする。もし飛んでますけど。そっか、じゃあ気のせいかな。影山、 Maybe is it that 月島 still doesn'tReally trust Kageyama? Like 100% trust? ユースの報告は聞いたけど、なんつうか、どうだった？何か悩み事とか。お利口さんってどういう意味だと思いますか？グレートゥーシューズ。さすがユース、なかなかのクセモノが嫌がるな。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはない。うちのジジイに散々言われたことだ。実際それに尽きると思うし、そこだけは迷う必要はねえよ。もうそろそろ着く頃だな。ああ、朝日さん、もうビビってないでしょうね。え、最高の We have 12 minutes left. Oh my god, we're gonna see the match this episode. Nice.Go, go, let's go, let's go, Dateko. I call it a sugay yatskan. Kinata! Kogane! What's a good?That's fire. 練習試合だからって気抜くなよ。月島、小金川がセッターの時の方が高いとこから打ってた気がする。集合！春高予選以降、さらにレベルを上げてるって聞く。実際、同じレベルのブロックを作り上げるには到底時間が足りない。この半年でさらに磨きがかかった伊達校のブロック、その壁になれろ。 Starting order. What is this? A PowerPoint presentation? Damn. Almost everyone is taller than me. That's insane. I kind of like it.This is fire. It's just like in some game. And they're gonna do the quick. Of course not, Asahi! Damn! いつもならブロックついてもせいぜい一枚の速いバックアタック。ひなたくんのおとりもあるのにブロック全員反応早い。ダン、影山にとっては白鳥沢戦よりきつい試合になるかもな。うわ、ブロック3枚
影山は一発目、あの高い三枚壁の上、あえて無事抜きたかったんだろうね。ずぶといやつ。絶対もっと日向に食いついてくると思ったのに。縦鋼のブロックの取り方はリードブロック、そして陣形はバンチシフトでしたか。 What is バンチシフト？バンチってのは束の意味。バンチシフトってのは真ん中にブロッカーが集まって構え、相手のどの攻撃にもできるだけ複数で対応するための陣形だ。ただし真ん中に寄ってる分、サイドからの速い攻撃への対応が難しい。ちなみに俺たちや今までの相手は基本的にスプレッドシフト、ブロッカーがそれぞれ広がって構えるシフトだ。真ん中の速い攻撃には弱いが、少なくともどこからの攻撃にも確実に1枚はつける。 But I have a feeling that they usedThat bunch shift against Shiratori's because there were mostly three person blocks against Ushiwaka. Red shift の方が効率のいい陣形に思えますが、こうまんべんない感じで。まんべんなくか。でも鍛錬されたバンチリードは怖えぞ。中央突破。No, you're not. This is what the cook you're talking about. それがバンチリードブロック。Nice. 一発目から触られた。しかも二人ついてきた。パンタロン。What? パンタロン。What is that name?相変わらずのボール下への移動の速さ。Damn, that pressure. Damn, ダテコ are beasts. ダテコブロックかっけー。This is insane. Oh my god. すみません。打ちやすかったけど。Yeah, what could have Kageyama done better? ライトからの攻撃を最善と思ったか、選択が正しかったかどうかは別問題だ。今、確かにプレッシャーに押された。ほんの少しだとしても。俺は今、伊達校のブロックに真ん中以外を選ばされた。That's right. Obama! Hey! Obama. Is there someone? Azumi-san! いい感じだ。Damn! How are they supposed to win?いるんだ。スタッフさん。Faint. But this was way too obvious. Come on. Rolling. Nice. 石田さん。邪魔つ。No, don't end it here. What did he mean by that? Is he saying that the rolling thunder is just useless or what? Damn, Kageyama is a menace. Okay, guys, thanks for watching.
Haikyuu to the Top, episode 6. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And if you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. It would really help me and I would really appreciate it. And see you guys in the next episode. またね!